まあ、何の知識も、まあ、価値観というか考え方もほぼないような状況からスタートだったので、まあ、行った時は本当に純粋に勉強するような気持ちで行って、まあ、それでいろんな人の話を聞いているうちに、まあ、やっぱりすごくこう情熱を持った人たちのお話だったので、すごく引き込まれて、あの、面白かったし、でこうゆかりの地を訪ねていって、まあ、ここでかつてこういうことがあったらしいとか、まあ、そういうような話を聞いていくのはすごい楽しかったんですね。でだけど、まあ、実際じゃあここで本当にそういうことがあったのかとか、まあ、あるいはこういう人たちがいたかっていうふうになった時に、まあ、その研究している方々も、まあ、それは、伝承として残っているとかっていうふうにこう、まあ、絶対にそうだったということだけじゃないっていう、なんかそれをこう聞いていくうちに、じゃあこうやって語り継がれてきたことは何なんだろうって、あの、本当かどうかわからないけど、ここにそのなんかこう跡があるとか、まあ、そう言われていることがつながってきているっていうことは何だろうって、なんかそこの方にすごく興味がいきまして、まあ、実際どうだったかと、その史実とかっていうことをこう確かめるっていうよりは、なんかこう木曽義仲がさんが、いたと、でそのすごい武将がいたその周りに、でいろんな物語とか、まあ、人々の関係性とかエピソードっていうのが、あの、起こって、でそのなんかこう感動というか、そういうものがその時々の人たちの間で伝わり続けたから、まあ、今こうそれを自分が知ることができたんだな、すごく、あの、遠い昔なんだけど、その伝承が伝わってきたんだなと思ったんですね。でそれをこうイメージとして考えて、こう絵というかこう画像、絵のイメージとして考えた時に、なんか星座、なんか星空を見て星座を表を見るような、そういう風ななんか印象、気持ちになりました。で、あの、星があるんだけど、たくさんの、でそこはそれはすごく遠くから届いてきた光で、まあ、すごく時差があって、もう結構昔の光が今私たちの目に見えてるっていう状態なんだけど、でもそれがこう星同士がに人が見た時に、その星と星の間に関係性を見たり、星座をこう作って見てみたりするっていう、そういうなんか人間の想像力みたいなものがあるから、なんかそれがずっとみんなの間で伝わっていくんじゃないかなというふうに感じたんですね。なので、まあ、あの、何が正しいかとか歴史的にどうかということよりも、私がこう話を聞いたりとか、そこでその見た風景とかで感じた、その木曽義仲さんを取り巻く人間の思いみたいなものが、あの、図として現れたらいいな、そういう絵を描けたらいいなというふうに、コンセプトとしてはなんかこう思って、それを滞在中にこう思うことができたので、あ、絵を描けるんじゃないかなというふうに思いました。いろんな情報というか、人から聞いた話が頭の中にたくさん入っているという状態だったんですけど、それをどういうイメージにしようかなって考えてて、まあ、その日本当にたまたま近くに、あの、海田高原っていう、まあ、その星が綺麗なところがあるよっていうことで、まあ、みんなでご飯食べた後ですね、でちょっと見に行ってみようということで、あの、車で夜星を見に行ったんですね。でそしたら本当にもう、あの、真っ暗で何も見えない中に、まあ、車外出たら星がすごい、もう本当久しぶりにこんな星空見たなっていうぐらい満点の星空が見えまして、まあ、やっぱすごい感動して、まあ、しばらくこうぼーっと眺めてたんですけど、なんかその時になんかやっぱりその、うん、まあ、星座、これが何座だなとかっていう、そういうのも分かるものもあったけど、なんかそもそもその星の光みたいなものがこう遠くから届いてきて、で、あ、今ここに見えてるんだなっていうこととか、まあ、あとその星が広がっていて、でそれがこう、なんていうの、まあ、人がそれを想像して星座に見立てていく、この星と星の近さとか遠さとか明るさとか暗さみたいなものから、なんかこう物語を想像したりとか、何かこう関係性みたいなものを読み取るみたいな、そういうことを自然に人はしてるんだなと思って、で私もこう星を見ながらそういう思いを
巡らしたときに、あ、なんか、あの相関図、木曽義仲の相関図を書いてくれっていうふうに依頼されてたんだけど、あ、なんかこういうふうな形で相関図が書けるんじゃないかなと、なんか星座表のように、こう、星が近かったり遠かったり、まあ、それをこうぐるぐるとこう回っているっていう、なんかこう縦にこう物語が進んでいくように進んでいくんじゃなくて、こう円というか球体というか、そういうふうに、書けるんじゃないかなっていうきっかけが、まあ、その星を見に行った時にあったので、そこでなんか書けるなっていうふうに思ったので、すごく行ってよかったなというふうに思います。そうですね、まあ、縁もゆかりもというか、そもそも知識も、何も なかったんですけど、本当にその絵を描いていることでいろんな場所に運ばれるんだけど、今回も縁があって木曽っていう町に訪れて、木曽義仲さんについて調べたり考えたりする機会があったからこそ、今こう絵も描けたし、でその場所に対しての思いが出てきたので、なんかその義仲も巴も、あの私にとってこう旅をしていく途中で出会った本当に、なんていうんですかね、身近な人のような感じにはすごくなりました。で、まあ、これもやっぱ結局星の話になってくるんですけど、あの、もともとこう星を見てても何の星座か分かんなかったけど、今はなんかそこに義仲がいて巴がいてという、なんかこう物語を見ることができるようになったという感じがすごくしていて、うん、なんでしょう土地とその基礎という場所と結びつきを与えてくれた、まあ、そういう存在になったなというふうに思います。